もちろん。もうコラさんの配信いつも見てます。最高。いい笑顔だ。嘘でしょ嘘でしょ。あ、医者の犬じゃん。君は我々の仲間になる資格があるようだ。マジかよこれ仲間の勧誘。さあ入りたまえ。強制的に参加させられた。あ、ペコラもなんか急に頭が髪の毛剃りたくなって常に笑って見なきゃ、帰ってコロさんの配信見なきゃいけないかもしれない。え、何？するヘッドギアをつけて。名医すぎるだろ。何人もやってもあれペコだったんかも。クラネスキーの完成だ。もうコロネスキーマジかよ。こういう状況ペコだったのかよ。ペコーラいつもコロさんのあのさコロネスキー見てて可愛いなって思ってたけど本当はこういうことになってたのかよ。泣いてる。あーそういうことか。この医者は医者でコロネ様にあれかみんなを洗脳しろっていう風に言われてってことなのか。洗脳されてくれじゃないと自分が殺されちゃったりするかもしれないってことか。3ヶ月くらいすれば慣れるよ。おい本物